これより平成24年2月臨時会を開会いたします。諸般の報告をいたします。本日市長から議案2件が送付され受理いたしました。そのような報告は朗読を省略いたします。これより本日の会議を開きます。日程第1会期の決定を議題といたします。お諮りいたします。本臨時会の会期は本日から2月6日までの4日間といたしたいが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。日程第2および日程第3すなわち議案第1号および同第2号の議案2件を一括議題とし、これより提出者の説明を求めます。市長福島和俊君。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。本日ここに臨時会を招集しましたところ、議員閣議におかれましてはお忙しい中ご質疑を賜り、厚く御礼を申し上げます。さて、議案の提出理由の説明の前に、最近における市政の動向についてご報告申し上げます。本日2月3日はちょうど2年前に蒲島知事が荒瀬ダムの撤去を表明された、本市にとっても記念すべき日でもございます。その年の4月1日にはダムの全ゲートが開放され、かつての球磨川の清流がよみがえりつつあります。本日の午前中には蒲島知事も出席いただきまして、この4月から着手されますダムの本体工事に先立ち、建設工事殉職者12名の方々への慰霊碑の献花と荒瀬ダム感謝の会が開催され、これまでご協力をいただきました地元関係者の皆様方に対して感謝状の贈呈が執り行われました。いよいよ撤去作業が開始されますが、これは地域住民の念願であると同時に、全国から注目される国内初の大型ダムの撤去でもあります。6年間での着実な事業完了をはじめ、荒瀬ダム撤去地域対策協議会で生活用水の確保や消防水利、また道路の整備など地域住民の生活に密接する諸問題を協議するとともに、環境に対する十分な配慮が行われますよう、県と市と地域が一体となり、清流球磨川の復活に向け取り組んでまいります。次に、旧坂本村から継続しておりました名誉市民でもございます谷口美三郎さんが、昨年の12月31日にタイ王国の農場でお亡くなりになられました。88歳でございました。そのお別れの会が現在家族がお住まいでございます菊池市で行われました。市執行部と市議会の皆さん方を含めて16名が参列し、哀悼の意を捧げてまいりました。取材を通じて、単身でタイ王国に渡り、30年もの間現地の農業指導者をはじめ、青少年の教育や高知民族の救済、エイズ患者の支援に尽くされた偉大な人物を失ったことは誠に残念であります。個人の多大なる功績に深く敬意を表しますとともに、心からご冥福をお祈り申し上げます。次に、1月の28日から29日にかけて、兵庫県の JR 尼崎駅前の複合商業施設でありますココエにて、八代市、氷川町、それに八代地域農業協同組合の協同による農産物 PR 事業を開催し、即売会では万平油をはじめとしまして、トマト、イチゴ、
生姜などが売り切るような状況にもなり、盛況ぶりでございました。八代のおいしく安全で安心な農産物を関西方面の消費者に PR することができ、外に向かって売って出る宣伝活動がいかに重要であるかを再認識したところでございます。今後も大消費地をターゲットとした継続的な戦略を展開し、八代の魅力を発信してまいります。次に、熊本県から権限以上により県八代振興局で行っておりましたパスポートの受付窓口を今月1日から本庁市民課と各支所で開始いたしました。国際化時代の中、海外に出向く市民の皆様にとって大変便利になったと思っております。以上、市政の動向について述べさせていただきました。それでは、ただいま上呈されました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。今回、臨時議会に提案いたしました案件は、予算議案1件と事件議案1件です。まず、議案第1号の平成23年度八代市一般会計補正予算第10号は、国の第3次補正予算にかかる経費で、国において学校施設の耐震化や防災機能強化、防災対策としての一般公共事業などの予算が措置されたことから、本市では緊急性や必要性などを考慮し、主に平成24年度に予定しておりました事業を前倒しするものです。その概要は、歳入歳出予算に18億3670万円を追加し、補正後の総額を537億2030万円としております。主な内容としまして、まず学校施設の耐震化を図るため、小中学校の耐震改修や改築に関わる工事を行います。次に、地形が急峻で落石などの危険性が高い市道について、落石防護網などの災害防除工事を実施するとともに、橋梁の耐震対策として3つの橋梁の補強工事を実施いたします。以上が一般会計補正予算の主な内容でございます。次に、別冊となっております議案第2号の契約の締結については、八代市清掃センターの排ガス設備改修工事を契約金額 5億8747万5000円で株式会社たくまと契約を締結しようとするものです。以上が各議案の提案理由の説明でございます。提案しております議案につきまして、よろしくご審議の上、何卒ご賛同いただきますようにお願い申し上げます。以上で提出者の説明を終わり、これより質疑を行います。質疑ありませんか。以上で質疑を終わります。委員会審査付託票を配布いたさせます。議案第1号及び同第2号の議案2件については、ただいまお手元に配布いたしました
付託表のとおり、その審査を所管の各常任委員会に付託いたします。お諮りいたします。本日の議事はこの程度にとどめ宴会といたしたいが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。なお次の会議は2月6日午後2時に開きます。本日はこれにて宴会いたします。